の妖怪ウォッチは？あら、お母様からお昼代もらったんですか？うん、これは俺にとってのビッグチャンスだよ。どういうことにゃ？お昼代を安く済ませれば、残ったお金はお小遣いにしていいってこと。なんという悪魔的発想。でもお昼はしっかり食べないとダメにゃんよ。わかってるよ。ここはトケチングを呼んで夏の節約大作戦開始だ。夏といえばあの妖怪も大忙しみたいにゃん。あの妖怪って？ほら、熱い系妖怪のあいつですよ。次回もお楽しみにゃん。